空母化改修工事中の護衛艦加賀ですが、その艦首が、やっと四角へ改修されたという情報が入ってきました。今回は、この四角へ変化した艦首について見ていきたいと思います。艦載機となる F-35B 戦闘機も、2024年には、日本へ納入される予定になっています。この F-35B については、2023年度予算に、8機分の購入金額が組まれていましたね。日本の広大な領海を防衛している海上自衛隊には、年末も正月も関係ありません。現在、所有している艦艇の中で、最大サイズの出雲、片ヘリコプター搭載護衛艦を航空母艦化する改修工事が継続されているのです。出雲、片護衛艦は、2012年から2017年の6年かけて、1番艦伊豆、元2番艦加賀が、神奈川県のジャパンマリンユナイテッド社の横浜事業所磯子工場で建造されました。この2隻は、海上自衛隊内では、艦首記号 DDH と呼ばれているそうです。この2隻の出雲、片護衛艦の前級は、同じ DDH で、海自発の全通式飛行艦板徳を備えた、日向片護衛艦ですが、日向型の建造と運用ノウハウを活用して生産されたのが出雲、型です。前級より、回転翼機の搭載能力を高めているそうです。日本の海上自衛隊では、出雲、片護衛艦は前述したと、ポリ DDH に分類されるヘリコプター搭載護衛艦と位置づけられてきましたが、世界の基準に照らし合わせると、イギリスの著名なジェーン年鑑等でも、ヘリ空母に分類されています。そのため、出雲、片護衛艦は、他国の海軍の基準では、回転翼機を搭載する軽空母という扱いなのですが、日本はそうはいきません。政治的に、航空母艦保有を公に述べることが難しかったので、就役した時から、極力、そういった見方をされることは、避けていたという感じを受けたものです。国会が代表する政治の場でも、出雲、片護衛艦に、全通式飛行艦板を採用した外観のせいで、当時の反対派から、海上自衛隊は、航空母艦を建造、保有しているという批判が上がり、苦しい答弁を続けていたという記憶をしている方も多いでしょう。この時点では出雲、片護衛艦が、航空母艦に実際に改修されるとは、個人的には、想像もしていませんでした。しかし、中国による南西諸島方面への圧力が増大したこと、F-35 ライトニング 2B 型戦闘機の実用化が後押しした用途も思われるのです。しかし、例えば、韓国海軍のドクシマ級強襲揚陸艦には、F-35 ライトニング 2B 型が実用化されていますが、肝心の対応可能なエレベーターが装備されていない艦艇なのです。一方、出雲、片護衛艦は、F-35 の運用に適用したエレベーターをもともと備えていました。これは、いずれ、本当に、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用するかどうかは、別としても、そういった事態が到来することに備えて、エレベーター規格そのものを、対応可能なものに、設計していた先見性の高さが、功を奏したと言えましょう。出雲、片護衛艦が持っている、そうした艦艇としての基礎や、中国の脅威増大という、外的要因、アメリカのロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニング 2B 型という短距離離陸、垂直離着陸が可能な戦闘機の実用化などの事情が重なったことが、現在につながっているということでしょう。こんな出雲、片護衛艦の2番艦が加賀です。ネームシップにして、1番艦の伊豆、元同じく5年おきに行う、予定の大規模点検のタイミングに合わせて、大きく2度に分けた航空母艦化改修が進められています。
香川、ちょうど今年、1回目の大規模点検の時期に当たっているので、広島県呉市にあるジャパンマリンユナイテッドのドックで改修工事が行われています。一番艦で、船配角の伊豆、元は、違ったアプローチで行われているようです。伊豆、もの1回目の改修工事の内容ですが、全通式飛行甲板に耐熱加工が施されました。これは、艦載機である F3 ゴライトニング 2B 型戦闘機のエンジンから、高温の排気熱が噴出されるので、それへの対応です。同時に、どんな悪天候であっても、着艦を誘導できるシステム等の導入も実施されました。手墓が波動でしょう。香川、上空から見た場合に、艦首部分の飛行甲板が、はっきりわかる台形状と認識できましたが、この形を、アメリカの強襲揚陸艦に見られるような四角形に変更する工事が行われています。この変更理由ですが、加賀の全通式飛行甲板の運用効率をさらに向上させるためと推測されています。発着艦に使用できる飛行甲板の面積を増やすと同時に、それらに干渉しない部分へ機体が露天駐機できるようにしたということです。ちなみに、加賀など同軸 F3 ゴライトニング 2B 型を艦載機として運用しているのが、イギリスのクイーンエリザベス級航空母艦です。この艦首部分にはスキージャンプ方式を採用しているので、戦闘機の発艦だけを考えれば、女王艦の方が運用効率は高いようです。というのは、スキージャンプ方式を採用すると、艦載機 F3 ゴライトニング 2B 型は、それ以外の艦艇より、大量の燃料や兵装を搭載した状態で発艦できると言います。ですから、戦闘機としての作戦行動の自由度が増えることになるのです。加賀など、出雲、片越艦においては、F3 ゴライトニング 2B 型の運用効率を重視して、スキージャンプの増設も検討されたとされますが、出雲、艦は、艦首部下部に、重量のあるソナーを搭載していることもあって、見送られたと考えられます。防衛予算から出雲、片越艦の航空母艦化改修工事を考えてみましょう。2022年度分は、出雲、用の着艦用誘導装置の取得経費が約36億円、加賀の航空管制設備増強に約13億円、アメリカ軍の技術支援分として、約12億円を費やしたということです。アメリカ軍の技術支援の内容ですが、日本は F3 ゴライトニング 2B 型戦闘機を未だに保有、運用できていません。なので、1回目の工事を終えた出雲は、アメリカ海兵隊岩国基地所属の同機が発着艦テストを実施しています。このような F3 ゴライトニング 2B 型の実機を使用した隠しテストや、艦内格納庫をはじめとする準備費用として、アメリカ軍のリソースを活用する経費、いわばコンサルティング的経費がこれに充当されていると推察されます。来年度2023年度防衛予算の内訳ですが、出雲、片越艦航空母艦化改修に、伊豆、元加賀の2隻で、総額約52億円を投じることが確定しています。つまり、夏の概算請求にさらに上乗せされているのです。出雲、片越艦の基本スペックを紹介します。基準排水量19500トン、満載排水量26000トン、全長 248.0m、全幅 38.0m で、F3 ゴライトニング 2B 型を艦載する場合は、マックス約10機が艦内に収容可能とみられています。F3 ゴライトニング 2B 型10機という艦載機数を考えると、航空母艦という言葉からイメージされる航空戦力としては、桁
決して大きいとは言えないと感じられますが、個人的には次の艦艇建造への布石ではないかと思われるのです。尖閣諸島を含む南西諸島防衛のためには、今後、ますます、島嶼防衛用装備の重要性が増加すると思われます。ということは、出雲、片越艦で、F-35 ライトニング 2B 型戦闘機の運用実績を積み重ねて上で、以後の艦艇建造に反映させる方針ではないかと考えられるのです。その際、航空戦力としての収容力増加が必須と判断された場合には、次級艦艇建造にも影響するでしょう。例えば、満載排水量30.00トンクラスの強収容陸艦タイプを建造する計画を立てる可能性もあるでしょうし、現在より強く、水陸両用作戦を念頭に置いたものを購入することになるのかもしれません。どちらにしても、現状では、南西諸島方面で自衛隊が使用できる滑走路は、沖縄本島のみしか存在していません。ということを考えると、出雲、片越艦は、一丁、有事の際、貴重な航空戦力の投射母体となり、臨時の移動滑走路としての役割も担うものになると考えられます。70年前の話ですが、香川、太平洋戦争中も、大日本帝国海軍の航空母艦加賀として存在していました。加賀は、基準排水量 38,200 トン、満載排水量 42,541 トン、全長 248.6M、全幅 32.5M という、大型艦だったのです。ただし、注意書きがあります。というのは、この加賀が、これまでの排水量を誇ったのは航空母艦ではなかったからです。もともとは、加賀型戦艦として、建造が予定されていたのですが、1921年、大正10年、採択された、ワシントン海軍軍縮条約によって、設計を変更したせいでした。それが、現在空母に生まれ変わるというのは、歴史の流れを感じますね。